リプル A の宇野美沙子と伊藤千秋です。はい、もう TGC はもうやっぱり春のすごく大きいイベントなので、私たちもいつもなんか、あ、ここから春が始まるんだなみたいな感じ、すごい高揚感とともに、本当におしゃれの好きなたくさんの女の子たちと楽しむことができて、すごいライブも楽しかったです。はい、そうですね、 TGC で私たちをパフォーマンスさせてもらうのはすごい久々だったよね。なのですごく、楽しんでパフォーマンスすることができてよかったです。テーマはアンバサダーなんですけどまあ本当に私たち2人こうミサチャっていう、まあ、ファンの人からまあ呼んでもらってるんですけど、2人が揃う時はやっぱね、そうね、衣装を合わせてね、ちょっとツインズ感を、ね、そうそう出してみたりだとか、それがすごい今楽しくて、はい、まあ、今回は、まあ、アンバサダーということで、ちょっと大人レディーな、なんていうの、ツインズみたいな、ちょっときれいめな感じでね、そうそうそう揃えてみました。はい、とかはそうだ、ねね、私も今ちょっとブルーとかやってみたりだとか、うん、なんかこの間宇野ちゃんも結構 LINE とかでカラーメイク、ピンクの LINE とか、うん、そう、あとチークがちょっとさらに明るいピンクになったりとか、ね、そこで春を感じるよ ね、 そうだね、色で、はい、遊んでますね。うん、私は切りっぱなしのデニムのワイドパンツとかが今すごく好きで、今年その切りっぱなしのデニムがトレンドなのでいろんなところに出てるんですけど、その形違いをこうコレクションするのが楽しいですね。私は逆にロングスカートにすごい今ハマっていて、こうこの春何個か集めたいな、これから集めようかなって、ね、あるとすごく便利だよね、便利だよね。色今なんだろう、私ブルー、薄いブルー、なんかなんて言うんだろう、昔は青系が寒色系がすごい苦手だったんですけど、なんか年を重ねるにつれてピンクよりもなんか青み系が似合うようになったかなと思って、最近薄いブルー、まあ春は冬は青だったんですけど、春はちょっと水色系を取り入れて楽しんでますね。私もブルーで。あ、本当？そう、実はいや最近すごいカラーメイクもブルーにハマっていて、だから今日もちょっとブルーを入れてるし、この間プライベートでもこう青いペン、アイライナーをそう買って引いて、ブルーちょっとブルーにハマってるから、でも私は薄いというよりかどちらかというとちょっとディープ な、 そう、なるほどね、ディープブルーみたいなのにハマってます。最近オイルマッサージとか結構ね、そうだ ね、 ハマってるね、オイルね、同じオイルを同じオイルを使っておすすめを聞いたんで、そう、そこでね、こう顔とか首とか撮影前に流して、そう、ね、そう、あの化粧のりを良くするっていう、ね、うん、やってますね。2016年一発目のシングルなので、まあ、私たちも去年からずっとこうみんなで話し合って準備していた曲ではあって、まあ、夏間近のタイミングなので、みんなでこうなんだろう、無条件にはしゃげる曲、一緒になってこうクラップできたりして一つになれる楽しい曲になってるので、今年の夏はこれだなって感じですね。見てます、あの俳優の西島貴弘を見ると、うちのメンバーだよなみたいな、ね、なんか普通にドラマを楽しんじゃうし、この人月9俳優だけどうちのメンバーだみたいな、なんかたまになんかこうかっこよく見えちゃって、そうそうそう、本当に日清かなって、いろいろ知っちゃってるから、もう10年以上一緒にいるメンバーだから、そんなかっこいいっていう見方で見なかったけど、ああやってねドラマに出ると気づく俳優、そうそうなのイケてんなみたいなすごい一般視聴者みたいな感覚で、ね、すごい楽しませてもらってます。そうですね、まあ、トリプル A としては11年目で、まあ、10周年迎えてまたさらなるステップアップの年だなと思ってますし、まあ、ツアーも本当にたくさんのお客さんと一緒に
できる会場があって、なのでまあ今からリハーサル始まるんですけど、それに向けてメンバーみんな気合い入っていますし、まあ、あとは私たちミサちゃんもこうやって ね2人でまさか TGC でねステージ立てるとも思ってなかったので、またこういう機会があればいいななんて思って頑張りますので、よろしくお願いします。